今日はですね、タイトルにもありますけれども先日12月22日日月木曜日に放送されておりましたもう私全然 CM とかも見てなかったんであのパッと放送されてるのを見てねあ今日だったんだということでまあ見させていただいておりましたけれども日本テレビ系列音楽 特番っていうのかな、まあ、年末だったり年始だったりで、えー、年によってね違ったりしますけれども「歌唱寮」あちっ,ちっ違う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 なう違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 う全日本歌唱力選手権というなんかタイトルもあったような気がしますけれども略,略してというか総称歌唱王というですねえー、あのーまあ、海賊王的な感じですよね「ワンピースの、えー、歌がすごく上手い人を決めるという。 歌唱王というですね、まあ、そういう番組がありましてでそれなんで私がねその話をするかというともう,もうずいぶん前ですよ今回が10回目というふうに言ってましたので私が8年前です「歌唱王」という番組に、まあ、出させていただいたわけですねでその時には応募総数というのが1万3千何百人だったと思うんですけど、まあ、その中から どどんどん,どん,どん、ね、最初はカラオケ屋さんダムだったと思いますけどダムの応募から、えー、日本テレビのスタッフさんがこう見てくれてでそこから、えー、日本テレビに実際呼んでいただいてそこで1回2回ぐらい歌いますかねでそこでどん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 こう選んでいただけると私たちの場合は、えー、動画を撮りながらのネット系の番組として準々決勝という形で。 えー、3回目ぐらいにに日本テレビに行きましたかねでそこで、えー、もう審査員の方があの時はハウンドドッグの大友康平さんとか湯川玲子さんとかはもうその準々決勝からいたような気がしますけどもそこで丸抜が挙げられて全員が丸だった場合はそのテレビへでそれが準決勝という形に私たちの時にはなってましたけれども。 ありがたいことにね、その第2回歌唱王というのに私は、えー、当時38歳、ボイストレーナーという、えーまあ、肩書きというかね、まあ、実際38歳だったんですけど、えー、ボイストレーナーという,う、まあ、キャラクターを持って出場させていただいたのが8年前で。まあ、結局その準決勝というので、えー、番組では24組だったと思います、当時。でその 収録の日に 24, 組がバーっとね24名が歌っていってその中から得点の高い方が10人だったかな8人だったかなちょっと曖昧で申し訳ないんですけどもでその残った人たちが決勝という形になるのでまあ私は準決勝で24人で当日に確かくじを引いたような気がしますけれどもでまあ運良くなのか悪くなのかわからないですけど。 私なんんと24番目を引いちゃったんですね出場順最,上最上じゃない,最上じゃないすごい頭のいい女子になっちゃいましたけど最後だったんですよだからもう前半からずっとね23人分の歌唱を見てで最後に出ていくというような形でまあ結果としてはね最後の10人というか8人に残れず準決勝で敗退というまあ形になりましたけれども。 まあでもね本当にもう8年前のことではありますけど私にとってその歌唱王に出させていただいたということは今なおですね、まあ、こうやってお話しさせていただくということもそうですけど今まだねボイストレーナーとお仕事もさせていただいてますがあの生徒さんでね最近で初めて来る来ていただける方なんかもやっぱり歌唱を知っててくれてる方というかもう場合によっちゃ 見てた記憶がありますとかねでその時にはあの高橋真理子さんっていうね、えー、もう超大御所女性シンガーのですね「FORU y o」For you という「あなたが欲しい」というねサビのメロディー皆さん知ってる方多いと思うんですけどもあの楽曲をまあ歌わせていただいたんですけども私がその映像というかねその音声覚えてますよとかね言ってくれる方が今なおいますよ。 もう本当にありがたいお話なんでですけどで当時は私は渋谷のねボイストレーニングのスクールで、まあ、講師をしてたわけなんですけどその時ねまあ、こんなもういいかな8年前ですからもう言ってしまいますけどもあの <laughs> 当時はその渋谷の校舎に私はいましたのででその教室はね新宿とかえ池袋とか他にもまあ店舗があって、まあ、結構大きい スクールだったと思うんですよ、ね、それでそのオーナーさんという方がう私がその歌唱に出るにあたってスクールの名前を言ってもらえたりするとあありがたいなみたいなというニュアンスの,あのお話をね、えー、してくれたんですけどまあ皆さんもね会社に勤められている方は非常に多いと思いますが、えー、同じ気持ちを 持たれる方もいるかもしれませんんけどなんかねやっぱりこうものすごく感謝している部分もあればその会社に対して特にボイストレーニングのスクールなんていうのはですねな何ていうのはという言い方もおかしいですけどあの先生たちは生徒さんにレッスンをするでそれが楽しいっていうことがえもちろん一番もう断トツ一番なんですけどやっぱりスクールにね所属するということは。 言ったらその会社の、ねまあ、社員ではないにせよ会社の人間という側面もありますのでやっぱりそのね何て言うでしょうか <laughs> 言葉を濁してますけどもあのほらなんかね <laughs> 月月に1か月に2回レッスンとかのペースで。 私は生徒さんにこうレッスンしながらこのペースでいいなって思いますけどやっぱりこうね教室側としたら言ってしまったら会社ですからできれば3回ないしは4回もっと言えば8回とか来てもらいたいわけですよ校舎としてはね教室としては。だけど先生としてもそんなペースでやってもねなんか飲み込める時間もないし。 どどうかなって、まあ、思って思たりりすすするることももあんんででけど人によりですよもちろんそれは私個人としてはそうだったんですけどでも会社側はねできる限り回数を増やすように、えーまあ、言ってしまえば促していきなさいというようなね、えー、経営側はもものすごく分かるんですよ気持ちはもちろん会社ですからでその会社がちゃんと、ね、成り立たないことには私たちの言ったら給料もないわけですから、まあ、ものすごく分かるんですけど。 だけど直接生徒さんとこうレッ,スンレッスンをしてるあのインストラクターからすると「いやいやもう,それもう営業的なことじゃなくて楽しくレッスンをしたいから、えー、月2回のペースでこの人は絶対合ってるし」っていうふうな気持ちが勝っちゃう勝っちゃいけないのかもしれないですけど私は勝っちゃうわけですよ。だから そういういい案内をあまりしないですよね生徒さんにでもしてくださいと言ってくる会社、ね、合わないっていうこ <laughs> れだから、まあ、簡単に言うと名前はまあ別に出さなくていいやと私は思ったんですよあのスクールの名前はね。でもし出したらばもちろんあのテレビというのはねなかなかこう出たくて出れるもんでもないですから影響力はとても大きいと思うので。 まあ宣伝にももちろんなるだろうというまあオーナーさんのお気持ちもものすごく分かりますけどまあ私はいや言わないですっていう, <laughs> こうねちょっとかたくなにまあそういうふうに言わずにまあ出させていただいたんですけど。 やっぱ私あの名前がですね名字がねすごい珍しくて、まあ、今はサイガという名前でねこうあの、まあ、こうやって動画をアップさせていただいたりライブに出る時なんかもこうサイガですって出ますけどウツ、まあ、っていうねウツユイチさんなんですよ私宇宙のウニサンのツガルのツでウツユイチさんという方がなかなかいないんでしょうね世の中にきっと、ね、だからあの、まあ、本名でねもちろん歌唱も出させていただきましたので 検索をしていただいたただのかもうその後ねスクールに本当にたくさんあのご連絡をいただいてまあ言ってみたらそのあのねうつ先生のレッスンを受けてみたいというふうに言ってくださる方が非常に、まあ、多かったとその会社の方から聞いておりますけれども私もその当時ね渋谷のスクールでレッスンしてる時にはもう長かったですから4年とか3年とか4年とかやってるとありがたいことにこうね生徒さんをたくさんえー レッスンさせてていいたただく枠をもらっていたので、まあ、あのお問い合わせいただいてもねなかなかこう新しく枠を作ることができなくてえ箇所を見ていただいて連絡をいただいた方たちはもうほとんどほとんどというか一個もなかったですねレッスンをあ改めてするということはなかったですけどでプラス、まあ、今もねインターネットもういっぱい皆さんいろんな SNS ありますけど当時もね、えー、ツイッターであるとかあとはね ミクシー当時なんか結構あったような気がするんですけどねまだそんなことなかったかなでもなんか全くねこう私は知らない方たちが番組を見ましたということであのミクシーを探してくれたりツイッターでダイレクトメールをくれたりとかっていうやっぱりネットの反響もね まあ、そんないっぱいっていうことじゃないですけどまあ、ありましたしな何よりもやっぱ渋谷のね校舎の生徒さんたち特に私が担当している生徒さんもそうですし、えー、渋谷の他の先生担当の生徒さんたちなんかも本当にもうたくさん、えー、感想もいただきましたしね、まあ、結果準決勝敗退ではありましたけれども本当にねありがたい番組だったなと思いますしでその番組がずっとねもう話回ってきましたけど。 先日12月の22日に第10回目ということで放送されていましたで私もそれをもう見ながらね、あのー、出演されている方ね一人一人ちょっとお名前とかも分かんないんですけど本当にうまいんですよ皆さん。あのー、8年前2回目の時の予選を見ながらそれから収録当日の23人ね私の前のを見ながらいやもうちょっと。 勝ち負けじゃないとはいえ歌というものはねそもそもだけどもねいや全然かなわないと思ってしまう人たちばっかりなんですよしかも私はまあボイストレーナーという今お仕事ですけど高校卒業して専門学校に行ってでそこで,で勉強させていただいた後自分でこうねライブをやっていくような音楽活動をしていて。 ですよでそこに歌唱にこう選ばれてこられる方というのは本当に普通の言ったら主婦の方であるとか、えー、建設業の方であるとかラーメン屋さんとか当時私一緒に出た時にねいましたけれどもとか本当に普通の音楽というものをこうずっとねやってきたわけじゃない方たちがこんなにうまいんだったらちょっと伝の勇気ないなっていうぐらいあのみんな本当にうまいんですよ。それ今回の あの第10回ももう特に後半の方、まあ、1回目の歌唱で点数が高かった方たちなんてもうみんな本当に今すぐ「ミュージックステーション」とかに出ても平気というぐらいすごい上手いわけですよ、ね、ええー、それでなんかね8年も前の話ですけどの歌唱を見ていただいた方は「先生また出てほしいです」とかね たまーに言ってくれたりするんですけども、絶対無理です。無理っていうのは、あの、選ばれないと思います。もう。本当に。素晴らしいですね。ああやって音楽をね、ずっとやってきたわけではない方たちが、あんな歌唱。で、今回ね、優勝されてた方は。えー、一番最後に、だから、一曲目歌った。時に、一番点数が高かった。まあ、最後は二人は同点だったと思いますけど。 一番最後に歌ったもうあの子 Ado の歌歌った子あの「ONEPIECE」のねえ映画の「歌」という役で歌ってる Ado さんややこしいね「歌」という役で歌っている本当は Ado さんの「アドさんの新時代」というね皆さんも聞いたことあると思いますけどあれを最後の女の子をね歌ってましたけどもう <laughs> うますぎてうまいしなんかもう普通のなうんですかスタンドマイクで最初歌い始めたと思ったらもうさ あの実況アナウンサーみたいなほらヘッドセットマイクって言って耳の横からパッとこうね細いマイクが出てくるようなああいうマイクを使っちゃってもうね踊りながら表情を作りながら歌っちゃったりとかしててもうあれあれやられたらもう来年誰も応募しなくなるんじゃないかっていうぐらいもうね普通にアーティストなわけですよ歌って踊れる。でもまあ見た感じも可愛いみたいなね。 あれはもうちょっと私まあ個人的な意見ですけどめちゃくちゃうまいけど歌唱の枠超えちゃってるっててるいうかねで結果的にはその一つ前に歌ったすごくうんまあ言葉で言うとまあ素朴なというかねまっすぐな歌い方をするうんまあそんな踊ったりとかもねしないですけどこう魂の歌声というかえそんな感じの女性が 優勝に結局なりましたけどちょっと私ねほんと個人的な意見で申し訳ないですけどちょっとほっとしましたあよかったなとこっちの子が優勝でうんじゃないと最後のその、ね、歌を歌ってる子はめちゃくちゃうまいしまあ実力的にはもちろん優勝もね全くおかしくないですけど本当にあの子優勝しちゃったらもう出れないですもん普通の一般の方じゃもうモリモリモリって言えばなっちゃうのでね一人前に歌った子が優勝して。 歌唱という、ね、番組はあの,の方向性というか <laughs> そんなそんな大それたことは私が言えるもんじゃないですけどでもなんかちょっとほっとしたそうねこう,こういう子で一番うまい子を決めていく番組の方がいいなという、えー、まあそういうふうに言われたらね「ボイストレーナーも出るなよ」って言われたら、まあ、そうなんですけど当時もありましたからね「ボイストレーナーは出るんじゃない」っていうネットのような。 ネットのようなネットの書き込みみたいなのもありましたしまあ確かにそうじゃそうですよねえ半分まあねプロみたいなとこですからいやまあでもね本当に今回また改めて見させていただいてすごいうまい人が集まってきてる改めてすごいなと思うのともう一個だけね私あのテレビを見てくださってたね皆さんくださってたって私今回出てないですけどあの皆さんに 言いたいたのは、ね、あの歌唱王の、まあ、テレビで歌っているプロの,ジョスあの歌手もそうですけどあのテレビで歌っててあれだけうまいっていうのは実際その場で見た私もだから歌唱王の,その収録の時私の前の23人を見ながらすっごい上手いってさっきも言いましたけど思っていてで実際収録が終わって放送の日にその映像を見てみたら。 もちろんうまいんですけどあの時の声の響きとかね声の通りの良さとかそういうのをやっぱりテレビになった時にね少し、えーまあ、減ってしまってるというかねまあそれはそうですよねスピーカーとかももちろんねテレビのスピーカーだったりとか、えー、になってくると思いますし、まあ、音量のバランスもあるでしょうけどいやだからねもう本当に。 今回、ね、第10回目出てた方たちも皆さんすごいうまかったですけど多分ねあれ目の前で聞いたらそういう人たちってまだまだねプロの方じゃなくてもいっぱいいるんだなということを毎年こう見ながら思いますけど今回まあ10回、ねまあ、区切りの記念大会ということで最後ね今までのテレビに出た144名のうちの心に残った歌声 まあなんかネットでで投票してたんでしょうねトップ3って発表する時に後ろっ側にねその144名の顔写真がブワーッと出てましてもう私慌ててその時にああこれはちょっと写真撮りたいと思ってビデオをね撮りまして <laughs> まあその数秒で分かんなかったですけど再生しながらそこを一時停止してねなんかもう食い入るように画面に向かって <laughs> どっかにどっかにいないかなって。 はい、8年前でもそんな今なおねこうやって楽しませていただく歌唱、まあ、素晴らしいね10年続く番組というのも素晴らしいと思いますしいや、まあ、見た方もたくさんいらっしゃると思いますし、まあそのね、今回出られてる方たちもそうですし。 さらに、まあ、そこには出れなかったけれども、応募してね、えー、ワクワクドキドキされてた方も含めてね、かなりたくさんの人が関わっていた番組だと思いますけど、またぜひね、私の一つの夢としては、私が教えさせていただいている生徒さんの中から、えー、あの歌唱という場所でね、歌える子が、えー、出てくれて、で、それをね、私が観客席に見に行った時に、その当時から、あの司会はうっちゃなんちゃのね、お二人、今はまあね、なんちゃ一人になったりしますけど、の会場行って、 第2回に出場されたボイストレーナーの先生の生徒さんが今回は出てくれてみたいな映像をね常に私はイメージしてるんですけどなかなか現実にはね今まだ起こってないですけどもそんなこともできたら嬉しいなというようなことも思いながらはい今回はですね「歌唱という番組を放送されてるのを見て私がまあ当時出させていただいた時のお話交え 今回の感想をねちょっとですけどもお話をさせていただきました皆さん毎度毎度音声のみで申し訳ございませんえミュージックステーションのねスペシャルも昨日,昨日かな放送されてその解説はしないのかよと思っている方々もたくさんいらっしゃるかと思いますけどもしっかりビデオは撮っておりまして今ちょっとね YouTube の方の広告の方が止まっておりますけれどもやらしい話ですが 広告が再開、えー、された時にはですねミュージックステーションのビデオを見ながらもうこれでもかっていうぐらい解説をし始める可能性もなきにしもあらずということで皆さんもうちょっとねあのお待ちいただけたら嬉しいなというふうに思いますということで今回はダラダラとなりましたけれども「えー、歌唱という番組についてですねお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。